はい、一番お疲れさん。これさ、なんだかうにゅうにゅう、これが魅力なのかな、うにゅってんのは。ポンツ、おだす。ああ、ソファーこっちの位置にチェンジングしたよ。うん。うん、うんうん、こっちはもうすっかりとすっきりとみたいな。まあまあ、あとはあのコンフィデンスマン JP のワンコがここにいるぐらいかな。はい。そんな感じがね。おう、てっちゃん。ここ。ほら。で、こっち行くと、あっちにソファーを持ってったのよ。まあまあ、後で整理するけどね。うん。まあ、部長移してもしょうがねえし。うん。水だけ取ってくるわ。酒はまだあるから。うん。よっこいしょ。明日あたりゴミ出し行くか。31日までゴミ来るって言ってたからな。大阪はすごいな。よいしょ。ちょっと鼻ドリルやっていい？あんちゃんと二人で、あの、ソファー移動お願いできますか？とか、おういいよーとか言って。鼻ドリル。あんちゃんは体力あるから、ふんふんとかやってたけど、軽いっすよこれとか。軽くねえだろ、おめえ。なあ。軽くねえわ、みたいな。うん。あ、部長の疑問？え、そっちが見えた方がいいの？え、ここがいいの？いや、下からパンする方がいいの？あ、めんどくせえな、これ。もうダメだよ、これ。これね、三脚もう死んでるんだよ。うん。まあ、若干の、こんな感じでいいんじゃない？うん。うん。ああ。なんだよ、この箱はよ。こういうのはダメだって言ってんだろ。
ましょう。はいはい。ちょっと待ってね。これね、座るときにめんどくせえんだよ。よっ。よっ。ぎゅーってやって。おいおいヨギボー、おいモーちゃん、ヨギボー何を見てんだよ。はあ、あのさ、坊ちゃん、俺がソファー捨てると思う？ソファーをこっから動かして、ここを寝床にしようと思ってるのはわかりるな？はあ、使い方違うんだ。へえ、教えてくれよ。ああ。もうさ、格闘技系のスポンサーになったのかなんだか、もうそういうのいらねえよ。な。大丈夫っすか？キチ君。名前がもうゴミだよね。さよなら。ごめんね。頭大丈夫かっていうか、んなの俺の金で何しようかおめえに関係ねえんだよ、クソがや。ゴブリン、本当に良い棒ですか？またピーコー。あーでもね、もう、なんもなしだよ。うん。シャイチのバカは来なくなったからね。お茶一個投げりゃ、うん、どうのこうのはないからね。うん。まあ、あとは、いや、あらかた、もうみんな、持ってってもらった。うん。あとは、掃除機かけたりとか、やろかんなー、みたいな。うん。あ、もう一個買った。うん。うん。無駄にね。あ、これと同じサイズをもう一個買った。だって、坊ちゃん俺ん家来た時に坊ちゃん用もなかったらダメだろ？うん。
やめれじゃねえ。マットレスおめえ、うんこマットレスなくなんだからよ。な。ブタさんこんにちは。みんな安いもんなんだから。色は恐れ、違う。レインボーカラーのプレミア。うん。ああ。これ座ってるだけね、もう。ダメになるな。ぼうちゃんがヨギボーに座るの楽しみ？いや、今日夜ぼうちゃん来るって言ってたよ。多分。うん。だからすっきりして、ああ、すっきりしたねぐらいに言うんじゃない？うん。多分。よいしょ。うん。不用品回収業者が、なんか、LINE で、ああじゃねえ、こうじゃねえ。いいよ。チャンス？いや、だからなんで今みんなヨギボーを騒ぎ出してんのかなみたいな。うん。つまんねえんだったら買わねえべや。そうでしょ？値段とね。満足度は後ろが、ああ、大丈夫大丈夫。もう、どこ座ってもぐにゃぐにゃだから。ヨギボーのホームページがあるから見てみ。っていうか、今何時なんだよ。もう3時ぐらいな。あ、まだ1時49分か。ああ。ああ。まあ、さっさと今日の用事は終わったから。てってててってててててて。てててうん。
アイちゃん、いらっしゃい。トーマ？混んでんのかな？あとでリポお願い。クロも混んでたでとか。いや、そうでもねえよとかね。まあ。どっちみち正月相場だろうけどな。じゃね。な、ぶちくん。ぶちくん。翔太郎ちゃん。どうです？あ、ソファーそっち置いた。うん。ベッドもソファーも椅子にもなるよ。だ今椅子で使ってる。なんかアカウント作ってんのか知らねえけどよ。でもよ、まだ2時なんだよな。でも大して酔っぱけじゃねえんだよな。なんか家の中の荷物すっきりしちゃったら風。ああ、ともちゃんいらっしゃい。風通しが良くなっちゃってよ。あとは俺は2時半ぐらいになったらちょっとコンビニ行ってくるかな。はあ、うん。そうそう、愛ちゃん。うん。坊ちゃんのお菓子？いや、意外と坊ちゃんは、何菓子好きかは、勝手に買ってくるからね。また何買ってきたのって。部屋に行くのがなんか怖い。なに？ダメ人間製造機？なあ。誰のためのでもねえよ。のんびりしてるでって。
サウナ届いたと聞いて。坊ちゃんのはまだ届いてないよ。坊ちゃんのはちょっと特殊なカラーのやつだから。うん。アマオありがとう。ナムル。決まった。アダス。これ掴んでねえとビクトリーできねえな。ビクトリー！ウェイ！アダス。年明けに届くんじゃねえ？うん。でもよ、あの廃品回収業者が、あの、おって言って、ヨギボですよねとか言って、お、浸ってないとか言って、ああ持ってんだとか言って、うん。まあやっぱなんとなく買いたくなるんだろうな。知らんけど。もうさ、知ったかやめろよ。何が今日花道でいいか。おめえ俺の友達じゃねえだろ、この野郎。いつ時間取れるとか、まずそういうとこから入ってこいよ。今日花道でいいか。何上からなんだよ。佐野さん、いつ時間空いてますかね、じゃねえの。うん。俺も人誘うときは、いつ、いつ、時間取れますかねとか聞くけどね。うん。つばきいらっしゃい。まあ、こんなの数字番号だから、パータロー野郎だから、どうでもいいんだけどよ。うん。うん。
この間これ花道花道ってしつこいでしょうね。あ、アンチが、俺がね、近所の、俺が行きつけの居酒屋花道っていうところって言ったら、もうマウント取ってきてんの。おい、花道来いや。わかる。で、おいって来いやって言って、俺マスターに電話かけて、おいって誰か来た？知らねえ面って。うん。お疲れちゃん。ポンパーンやめとけよ、ほんとよ。うん。だからいらっしゃい。はあ。今年のことは今年のうちにで大体終わったよな。うん。うん。うん。寝そうやね。椿チェア、あーまうんまチェアというか、でもいいんだけどね。あいうえ。それは嫌だから坊ちゃんの分ももう一個注文したよ。やめれやん。だから荷物全部捨てて、あんなもんプロレスふざけんなよ。まあ坊ちゃんはあれだよ、いいか悪いかは正直言う人だから、今日の夜でも、まあ明日でも、ああ、あれはダメ人間製造機っていうか、そこまであの値段でっていうか、どっちかじゃね。でもよ、今回の
意外と安かったな。うん。即日即、うん、はあ、あと30分ぐらいやるか。そしたら枠切ってチャッチャチャッチャッチャチャーで、うん、掃除ちょこっとして寝ますかね。ねむちゃん、お茶店ありがとうね。うん、だから2時半に寝て3時半、4時半、5時半、6時半、7時半ぐらいに起きりゃいいんじゃない。うん、だからまあ変な話、まあ部長さんちょっと移動してね、これあの予備持って予備持ってこうやってやってねえ、やるだろ。はあ、ソファーにもなるんだよ。はあ、はあ、でベッドにもなるんだ。はい、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 おい。ダメ人間、ゲイ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 、腹筋入りそう。まあまあ、いるかいらねえかはあなた次第です。うん。でも父ちゃんわーってなると思うよ。わーすっきりしたみたいな、テレビの位置が動いてるみたいな。うん、でも、なんだろう。どっぷり寝るけど、段ボール
5個ぐらいと、洗濯機と、まあまあ、もろもろ。うん。うん。だってまとめてパックだもん。まあ、パックできて、いくらぐらいで回収してくれんの？俺は今回は4万7000円。うん。あ、領収書とかあんの？あそこあたりに。うん。ワンルームだからだぜ。よっ、これこっちこう起こすか。うん。ちゃんとついて。でも俺んとこよ、本当は9時ぐらいに見積もりで行くって言ってたのに、電話かかって、いやちょっと押してて1時かちょっと回るかもしんないんで、なんて。おー、やっぱ年末忙しいんだ、みたいな。ああ、俺暇人だからいいよ、って。ロエン？ユウヤ？うん。お疲れさん。まあでもそこがすっきりしたからいいんじゃない。さあ
ちょっとで寝るかな。よぎるか。でっかいクッションか、なん、まあどうでもいいんじゃない。こうやって伸ばせばベッドにもなるから。まああと半までのお遊びだから。ね、間抜けがお疲れさんって、ま、人のこと間抜けとか言うやつが一番間抜けだで。だって森本とかさ、ね、ジャリルとか、ああいうやつって、ある意味、それが、面白いと思ってやってんのかな。ねえ。まあまあ、いいや。ブーメランはどうでもいいんだよ。お前にブーメランなんか関係ねえんだよ。おめえは俺の放送に星二つつけてんだから、ブロック。じゃあ、みんな、夜にでも会いましょう。タイ。